この任務は老朽化した魔鋼炉の調査。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。任せる。セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初の魔鋼炉があるところだな。うん、5年前の9月、魔鋼炉の様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、シンラに事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て、ジェノバって死んだビルのあれか。ああ、でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんと、まあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。ふん。しかし何にもない村だな。
あんた出てす。名物料理とかあんのか？幼馴染とかいないのか？かわいい。てか、俺が今一番好きな子の話。おう、そっちの補強は終わったか？おお、調査隊の方。ミッドガルから来たの？美味しい食事を。兄ちゃん強いの？楽しみ。スーベロスね。お願い。ソルジャーが守ってくれる。助けてくれるでしょ。魔法を見せる。困ったことがあったら。そうぜ。めんどくせえな。いや、モンスター注意。ソルジャーさん、お疲れ様です。皆さん、落ち着いて。中にセフィロスがいるんだ。写真を撮りたいけど。俺の実家だ。事件とは関係ない。でもよ、興味あるぜ。私も。うん、聞きたいな。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。ん？はーい。あ、嘘、クラウドなの？ただいま。お帰りなさい。どれどれ、晴れ姿よく見せておくれ。惚れ惚れするね。これがソルジャーさんの制服なのかい？本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ちゃんとご飯は食べてるのかい？ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド。母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。2年ぶりの故郷だったからな。やっぱり懐かしかった。そっか。
ソルジャーって。ああ、みんなかっこいいしね。私の家にも行ったの？ティファがいると思って。なんだよ、お前らお隣さんじゃねえか。そうだけど、あまり行き来はなかったよね。いろいろあったからな。やらかしたな、クロ。猫飼ってたんだ。名前はマルだったな。そう、よく家出する子でね。あの日もいなくて。私の部屋も？ああ。クラウド、それ本当？後には引けなかった。クラウド。ピアノ弾いたの？ピアノ弾けたんだね。すごい。今度聞かせてね。へえ、
意外な特技だぜ。方ですね。ご苦労様です。シンラー？シンラー？あら、ごめんなさい、クラウド君だったのね。気づかなくって。クラウド君、なかなかかっこいい。かっけー。モンスターやっつけるの？つけるの？ほんと、道ちソルジャー？ソルザー？セフィロスさんを見に行かなきゃ。入りサンドイッチ覚えてるだろ。タイラーさんの自慢の料理だよ。ほら、あんたたちお茶会によく持って行ったでしょ。あ、あんたは行かなかったんだっけ。クラウド、今日は実家に泊まるんでしょ。私遊びに行こうかしら。あ、お邪魔だわね。親子水入らずがいいか。たまには顔見せに帰ってきなよ、お母さん。たまには顔見せに帰ってきなよ。たまには顔見せに帰ってきなよ。セフィロスなら宿屋に行ったよ。圧倒されて隠し撮りもできなかった。られるなんて死ぬまで自慢できるよ。明日は頼んだぞ。いやはや英雄を迎えられるなんて死ぬまで自慢。英雄セフィロスがいれば怖いものなしだ。なんとなくグラグラした？少し休憩。伸ばし足りない。調査隊が来るって決まった。あなたも長い。素敵な人たち。
シンラのソルジャーだ。あんたは？私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。しなやかだがまだまだ遅いな。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか。嫌だ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティファ？ああ、あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか？クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。シンラ流の戦いぶり、何か手伝えることがあったら言ってくれ。新しい型を模索していてね。シンラ流の戦いぶり、何か手伝えることがあったら言ってくれ。あら、おかえり。セフィロスさんも、あら、おかえり。セフィロスさんも。あの時は気づかなかったけど、今になって思えば、村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。あ、何を見ている？この風景。え？俺は知ってるような気がする。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファには驚かされたな。古山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが2人もいるんだから大丈夫。ティファ。おはようございます。よろしくお願いします。ティファ。ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔立ててくれよ。あそこ。ありがとう。
撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえか。もう一枚。そうだね。あ、もうじゃあこの時はね。マコーロはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。最初の魔鉱炉が建てられた場所として、その頃は有名だったそうです。魔鉱炉がある土地はどこも似たような風景だが、ここは独特だな。見ていて飽きない。毎日だと飽きるよ。いいな、ソルジャーはいろんなところに旅ができて。旅か、そんないいものじゃない。ただの移動だ。でも刺激的ではある。いいな。当たり前だ。リファこそ先に行き過ぎだって。急ぐんでしょ。そうだけど、無理しなくていいよ。無理なんかしてませんよ。私鍛えてますから。へえ、そりゃ頼もしいな。村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。よし、任せよ。了解。